おはようございます。茂木化作ミサイル研究所朝礼、今日は12月12日でございます。砂塚森忠さん、おはようございます。昨日ね、スラムダンク映画見てきてぐったりしちゃいます。すいません、こんな顔を見せしてしまう。山田友人さん、おはようございます。森本あかねさん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石ゆかさん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。昨日はですね、映画をパパ友と見てまいりました。まあ、パパ友は40歳なんで、まあ、年代は若干下なんですけど、まあね、週刊少年ジャンプで燃えていった感覚は一緒の方ですね。いやー、もうみんな見てほしいな。これで一日語り明かしたいですっていうね。もう今年映画何本目なんだろう。あかりさん、おはようございます。スラムダンク以外で何見たかな。娘と隅っこ暮らしとかそんな感じなので、トップガンマーヴェリック見たかな。まああれはあれでもう とんでもないこう極致というか良かったですけど、まあスラムダンクはまあボス、なんだろうね、その高校で3年バスケットをやってたんですけど、本当絵に描いたようなスラムダンクを中学時代に連載を読んでて、それに影響されてバスケ部に入るっていう。そう、中高生ってこれぐらいの感じですよねっていうね、それぐらいまっすぐだったんだな俺って思う、今思うとね、思いますけど。まあそのバスケットでも結局ね、ほぼなんていうか思ったように、上手くなれたか下手だったかとか、まあそこはさあんまり後悔ないんですけど、バスケットの部活自体にあんまりのめり込めなかったっていう、そっちの方が引っかかってるのかな俺はね。なんていうんですかね、別になんか、まあ、このチームスポーツって、まあ、主人公いて周りといざこざ起こして、でまあでもなんだかんだ言って乗り越えて一丸となっていくっていうパターンですよね。まあ映画なんでそこまでシンプルじゃないですけど、なんかその割と当たり前のさ、まずやる気を起こして、仲間と出会い、最初はうまくいっていたんだが何かでぶつかって葛藤を起こしてうまくいかなくなって沈んでった後に最後一致団結してっていう、まあN 字曲線を描くと思うんですよ大体。あれをなかなかこう僕の人生の前半で描けなくて、全然こう、しかもさ挫折とかじゃないんですよ、そもそも最初の入り口の物語の最初のさ、のめり込むっていう、何かにのめり込んで頑張るみたいな、で努力して、で努力するからまあ壁にぶつかるとかなんとか、その先のストーリーが展開されるわけじゃん。その入り口にまず立てないんですよ、のめり込めないっていう、一生懸命になれない
から、うん、壁でもなければ挫折でもないっていう、当然ですね、あのチームで最終的には一致団結しましたみたいなことにも当然ですけどたどり着けないっていう、でもそこに対するこう渇望というか憧れじゃないですけど、そんな感じのこう小中高のねスポーツに対する感覚、好きなんだけど入り込めていないっていう、まあ、それその話とこれは関係ないんだけど、あのまあつなんだろうな、スポーツ漫画に関してはだからやっぱりそのせいもあって実体験との開きがあるんで、それだけ憧れも強いんでしょうね。実際にはなんだろう、その賛否がすでに多々巻き起こっているらしいんですが、あんまりよくわかんないけど、僕自身の感想としてはもう何が非なのか1ミリもわかんなかったです。もうなんか出だしで、あの井上武彦先生おめでとうございますって思いましたね。ああはい、わかりました。もうおめでとうございますっていう、まあバスケットの漫画なんでバスケットの試合が描かれるわけですけど、なんか映画見てて疲れました。そのバスケットの試合って40分間そのずっと走り回るみたいなさ、まあ、そういうスポーツですけど、なんですか、もう要するに、まあ、登場人物たちがこう必死で走り回るわけですけど、くたびれました。本当にあの映画館の椅子ってすごいゆったりできてて、リラックスしてお楽しみくださいっていういいふかふかの椅子なんですけれども、もうグッて踏ん張っちゃうし、うわってなっちゃうし、もう見終わった後ね、なんかそのパパとも一緒に見に行ったんだけど、見終わった後もなんかしばらくちょっと何も喋れなくて、ぐったりしてました。ぐったりしちゃいましたね。はぁーって思って、終わったみたいな、もうゲーム終わってぐったりしてる選手ぶってました。はい、ということで、必ず、サロンメンバーの皆様は見に行っていただきたいです。サロンオーナーからのお願いですね。これ珍しくないですか。サロンオーナーから壊してくださいねっていう、メンバーの皆さんね、8人全員見てくださいねっていうお願い。いやー見てほしいな。8人いたらちゃんと賛否が分かれると思うんだよな。どうなんでしょうね。僕はその賛否が分かれる意味が全く分かんなかったんです。それぐらいもうなんていうか最適解っていうか、もう納得しかないっていうか、ただまあそれってそのね、この漫画自体に連載ずっと見てましたとか、そういう人が見るか、アニメで見てましたとか、そもそもスラムダンク自体昔あったことは知ってるけど、別に興味なかったし知らないですっていうかで、まあ大きく言うとね、その3パターンで見え方変わると思うんですけど、どうなんですかね。結構その火が、賛否の火の方は割とその漫画を見てた人で火があるみたいなんですよ。だからまあ逆にその特に知らないですっていうまっさらな人が
まっさらな状態で見た方が面白いのかなとも思ったりしましたけど、はい、まあちょっとね、それで昨日パパ友と久々に何時ぐらい前喋ってたんでしょうか、10時過ぎぐらいかな、11時ぐらいかな、1対1ですからね、1対1で映画見に行って、まあ映画の感想もそこそこに2時間、3時間ぐらい喋ってた。で、やっぱりなんですけど、子供のことは話題にはなるんですが、やっぱりどうやらその俺もそのお相手のパパとももう共感してないというか、昨日ちょっとね話したんですけど、状況を整理して情報としてまとめようとするっていうか、なんかそういう話になるんですよね。同じ子供の話題を話していても、じゃあまあ学校がどう、学校の話をしていたり、子供の話に近いことを結構話題にしていた時間が長かったんですけど、やっぱりその一昨日ママ友の会に妻が行って帰ってきて話聞いた時の、ママたちがどんな話をしてくれたよ、なるほどねっていうさエピソードがあるわけですけど、そのママたちが子供に対してどれほどのこう気持ちで向き合ってるかとか、まあ、共感性を感じるところがあるよねっていう、その共感性の高さがないと、そのエピソードをそこまで掘り下げてそんな風に熱く喋れないなって僕はもう思ったんですよ、やっぱり毎回思うんですけど。で、まあ、でも、まあ、妻は妻でその話を聞いてて共感できるわって思うからすごく強く記憶に残ってて、この話をしてた、あの話をしてたっていうのを僕に教えてくれるわけですよ。で、まあそれが僕が大好きだっていう話を昨日はねしたんですけれども、で、まあ昨日は僕がパパ友と1対1ですからね、いくらでも喋れる時間があり喋ってたんですけど、で、わりかしその子供の話題になりました。子供の話題になって、お互い、自分ちが、まあ3人いるからお姉ちゃんがどうだとかお兄ちゃんどうだとか、まあ一番下の子の、同級生同士のパパ友なんですけど、だけどなんかその子供を見ていて、こうお互い、俺もそうだし、お相手もそうなんですけど、お互いなんですけど、なんか感情的に共感してる感じがないんですよね。状況を見て、情報を分析して、こういうとめちゃくちゃドライに聞こえるな。これどうしてなんだろうね。っていう展開になるんです。それもあるかもねとか、そういうとこあるねとか、そういうとこ俺に似てんだよねとか、まあ似てる似てないの話はまあ鉄板ネタというかよくあることだと思うんですけど、その上で、でもその二人が仲良くなったその娘同士が、それもなんでだろうねとか。そのやたらなぜをほじくり返して情報を整理して分析してはああでもないこうでもないというね。でもそれだからなんだっていうわけ、なんか別に解決しようとしたりとか何もないんですよ。そんな解決するような話もないですし、
そんなことして何なのっていうぐらい情報整理してるんですよ、2人とも。その整理を飲み会の席でやってる話なんで、エンタメとして僕もやってたんでしょうね。その会話が楽しいんですよ。だってさ、本当こうだったんだよ、そうよね、わかるわとはならないっていう。あ、そうなんですね、それってなんでなんですかねって返しちゃう。それってこうだと思うんですよって返ってくる。これって1ミリも共感がないんですよ、その2人の会話の間に。共感ないのにめちゃくちゃこう2人としては会話をめちゃくちゃ楽しんでて、面白いですねって。ママ友の会に行ったら、もうなんで共感しないの今のポイント。共感しないんですかっていう、なんかリズムが崩れて話続かないってなるところですよ。それくらいなんかその多分。傍からママたちがこうカメラで見てたら、こいつら何をこんなに共感ゼロで情報の整理ばっかりして分析ばっかりして何が面白いのかなみたいな、その感じなんじゃないかなっていう。でも笑っちゃうな、なんか面白かったですね。でもそれ当の本人たちはさ、めちゃくちゃ面白いと思って喋ってるんですよね。あ、映画を見てないですが、スズメの戸締まりを見た。あー、めっちゃ泣けだ。あ、なんかそれを聞きますね。素晴らしいって聞きました。映画って人と話をする材料なのかなって最近ようやく気づき始めました。タイタニックで寝た経験があるから映画に興味がなかった。なるほど。なるほど、いいですね、映画をどういうツールというか、まあ、作品として見るのか、人とのコミュニケーションの緩衝材というか、まあ、きっかけとして使うか、だいぶ違いそうですよね。スズメの戸締まりは息子が見に行って、もう割と彼がね、ほんと感動したっつって帰ってきたんで、珍しいなと思って、あ、よっぽどよかったんだろうなって。だからその、まあ、スラムダンクは相手のパパ友さんに誘ってもらったんで先に行ったんだけど、僕が自分で映画を見るものをチョイスするとしたら、スズメの戸締まりから行ってたかな。あと何かいくつか見たものあったなっていう感じですけど、ただまあそんなにその映画あれ見たいなって常にアンテナ張ってて、あ、データ見ようみたいな感じには、基本的にそういう文化的ベースがあるというか習慣があるわけじゃない。そんなにね、映画通みたいなこともないんですけどね。でもなんかその物語のエンターテインメントのこう出来の良さというか、引きつけて話しませんよっていう、展開を早くするとか、映像とか音とか、まあ、いろいろありますけど、そっちに持っていく映画とさ、もう映像はすんげえ淡々としてんだけど、ストーリーと脚本の言葉だけをこう絞り込んで、めちゃくちゃその一個一個突き刺してくるみたいなセリフでのもあるし、まああとは漫画原作でヒット狙いみたいな感じかな。あ、そうそう、だから娘とワンピースの映画も見に行ったわ。だからそれ妻も一緒に、家族3人で行ったのかな。それはあれですね、娘に付き合った感はちょっとありましたね。タイタニックどうだったかな、見たけど、
何だったかな、うん、結構何回も見ましたね。 DVD かなんかがあったのかな。映画館でも見てないですね。多分大学生で寮に住んでたんで、周りがこう好きでずっと見てて、結果何回も見ることになるというそういう感じですね。映画そのものに対して興味があるかないかっていうのはちょっと こだわりがあるとは言えないですね。でも割とマニアックな映画を、ドキュメンタリー映画みたいなやつとか見に行ったりしましたね、うん、そう、映画の見方もね、その人の価値観にそうですね。で、見た後、一緒に見に行くっていうのも、一人で見に行くか一緒に見に行くかで、その映画をどう捉えてるかとか違うかもしれないですね。まあでも、なんかその映画見に行った後、焼き鳥屋入って焼き鳥屋入ってまあパパ友が2人で延々その喋っているのをもう一回僕は今俯瞰して思い出して、それをちょっと映画のように捉えてる感があるんですよ。感覚としては何喋ってるとかあんまりそのちゃんと覚えてるわけじゃないんだけど、ただお互いね、すんごく仲良く楽しくいい時間を過ごしていたのに、そこに共感の要素がほぼなかったっていうことに驚愕してますそうだよね、わかるわかるっていうセリフを一度も言ってないですいやもう出だし5分でママ友の会だったら使ってると思うね。だよねってなってて、で実際本当になんかその表面的な言葉じゃなくて、わかるわかるわかるなって感情で言葉を受け取ってると思うんですよ。でそれがこう、それでこう、なんていうか、楽しかったんだねって思ったりとか、あ、それは苦しかったね、しんどかったね、でも乗り越えてよかったね、みたいなさ、まあなんかその手の話が多いと思うんですけど、本当にこう感情が動いてるんだろうなっていう表情が、それが魅力的だったりするじゃないですか。でそれをこうお互い共鳴し合って、あ、感じ取ってくれてるわこの人はとなって、じゃあもっと話そうともなるし、別な方が話し始めたらそれにも自分もこう共感してっていうのがこう共感が伝播してってぐる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 回って、っていうね、ママ友の会はそうだと思うんで、俺実際さ、ママたちが 4,5 人で俺一人だけこうパパだったっていう、まあそういうそれが割とあるんですね、僕ね。で、なんていうか、まあ、話についていけるし、別にその温度感合わせたりとか全然できるんですけど、ただ明らかに、なんていうのかな、まあみんなお酒を飲んでて僕だけ飲んでないっていうのもあるかもしれないですけど、そのみんなそのお酒に酔ってるっていうより共感に酔ってるんですね、きっと。僕はそのお酒も飲んでないし、共感の酔いもないので、もうなんていうか全部の話がこうクリアに聞き取れて、その
だからもうすごい記憶がはっきりしてるんですよ、情報として。で、あそこのママとあそこのママがこういう風に相性がいいなとか、こっちとこっちの体格でこんな遠い距離なのに、あ、なんかこの一言二言ですげえこう噛み合ってるんだなとか、そういうこと考えてるわけ。1ミリも共感してないんだよ。何してんの、何をしに行ってたのかなっていう感じだよね。もう俺はそうしちゃうんだよな、なんか会話の中に入って、もう一緒に盛り上がってんだよ、俺もこう楽しく喋ってるし、相手にこの人共感してないわみたいな感じでこうしらっとされるとかじゃないんですよ、ちゃんと一緒に盛り上がれてるんだけど、俺は一人お酒もにも酔っていないし共感にも酔っていない。面白いなって思いながら会話を楽しんでるけど、あくまで共感ゼロで、情報の展開とか流れとかを目で追っかけているみたいな感じしますね。でもこれ今思い出してるからそう見えるんだけど、当時別にねそう見たことがなかったです今まで、そういうふうに考えて飲み会をしてたわけじゃないです。でもさ、まあ、昨日一昨日の話でどうやらその男の人同士の話に共感で会話をするっていうのがイメージないな、そういえばと思って、その仮説のもとにパパ友と昨日ね飲みに行ったら、お見事に、もうそうなんていうか、何の話としてはノープランで喋って、思いついたことはバンバン喋って楽しんでるんだけど、結果もう仮説通りで共感がゼロだったっていう驚愕の事実があって、それをこう今俯瞰してこう2人のパパとパパが座って何喋ってるっていうのをもう一回こうメタ認知して描写し直すと、映画としては超つまんなかったです。何をしてんのかなこの人は、っていう、つまんなっていう、情報しかやり取りしてないじゃんみたいな。だから情報を行き来させて何が面白いのみたいな、その整理して、理屈を考えて構造化して、でまた問題設定してみたいなことをやってて、で本人たちがこう楽しく喋ってるんですよ。で、なんだろうな、感情が動いてないのかって言ったらそうじゃないけどさ、なんか起伏がないっていうか、こう興味関心を持って相手に対する興味関心はすごいあるんですよ、お互い深いっていうか、ですごい、はあそうなんだってお互いずっと言ってんですよ。だけど心がさ揺れたりとかしないんです。こういう気持ちだったんだろうね、でそれに合わせて下がるとか上がるとか、それはすごいこんな気持ちで嬉しかったでしょうねというのに合わせてこっちが上がるとか、なかったっすね。ただただ公園でね木登りして遊んでるぐらいの、鬼ごっこしてキャッキャッキャッキャやってるぐらいの感じですよ。嬉しいわーとか悲しいとか寂しいとか、そういうのなく、ただただ楽、楽しいですね、ただただ楽しいだけがあるっていう、ただただ楽しいだけのさ映画なんて作ってもさ超つまんないじゃん。こいつはただ遊んでる、公園で2人の男の子が遊んでると、ただただ遊んでると、で楽しかったっつって帰るっていう、
そんな映画超つまんないよね。つまんなって思いました。本当に何してたんですかね。面白いな。でもいやでも見事にあの仮説通りの僕らは1ミリも教訓を必要としてなくて、うん、っていうね、何の話をしたかちょっと全然意味わかんないですけど共有だね。そうそうそう、共有ですね。そうそうそう、その通りです。共有しただけで何が楽しいのって思われそうだなと思って、その共感が大事なあのママたちにしてみると、で もちろん共有はママたちからすると共有した上で共感もして、っていう話だと思う。もう圧倒的にこうコンテンツとして僕らのパパ友同士の会話の方が欠落しとるなと思ってさ。だから俯瞰して映画として撮るならママ友の会の方があの感情が揺さぶられるんですよ。あの息子がこんな風になってとか、でもこんな風に頑張ってとか、そうだっただろうねって、その映画として見たら俺も今日あの感情動くんですよ、ちゃんと。そういうこう感情の起伏を映画の NG 曲線でこうストーリー展開されて感動する映画とかあるじゃないですか。でそれに対してはちゃんとこう共感して、感情動いて感動したりちゃんとできるんですよ。だから共感能力がないわけじゃないんです。あるんです、あると思うんですけど、あのコミュニケーションとしてパパ友同士でその彼と一対一で喋った時にあのお互い必要としてなかったっていう驚愕の事実ですね。っていうあの話でございました。今日はねただただ自分の話をしました。そしてただただ皆さんにあのお願いをしました。スラムダンク見てくださいと。はい、ということで今日は皆さんね、どなたと笑いますでしょうか。いや今日も良き一日をお過ごしくださいませ。ユージンさんありがとうございました。はい、おかげでねちょっとまとまりました、僕の中で。共感ではなく共有だったんですね、僕らの会話。あかねさんも言ってらっしゃいませ。それではじゃあねー。